一番町商店街で始まったスタンプラリー、スマートフォンを片手に街をブラブラ歩きながら楽しめるということで、その名もバンブラと名付けられています。特設サイトから無料で登録できるバンブラ 3.0、 商店街の回遊につなげようと仙台市などが立ち上げたもので、次世代インターネットとして注目される Web 3.0 を活用しています。スタンプラリーには一番町の3つの商店街から飲食店や薬局、書店など33店舗が参加していて、店に設置された二次元コードを読み取るとスタンプが獲得できます。また買い物や飲食をしなくてもスタンプを集めることができます。スタンプを集めると通貨の役割を担うトークンがたまる仕組みで、参加店での支払い時に使うことができます。一番町、この西側の回遊が少し減ってる状況にあるんですよ。今まで来てくれなかったお客様にぜひ店の中に入ってもらって、あ、こういう店だなということで、今後の、お客様になってほしい。このデジタルスタンプラリーは今月29日まで開催されます。